はい、どうもこんにちは。今回ね、また殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていきたいと思います。で、前回は、まあ、とりあえずなんだっけ、あ、とりあえずあれか、リッパーの隠れ家からナイフを取りました。で、メリルの階層を見ました。で、今いるように探偵事務所に帰ったら、まあ、警察官がまた監視に来たと。そんな感じか。私はその責務に誇りを持っています。なので、先ほど語った心構えはそんな自分の心情なんです。なんだってそこまで警察の仕事に入れ込むんですか。僕だって曲がりなりにも警察官を目指した身の上です。死刑の責務や誇りについては理解してるつもりですよ。ちょっと滑舌が怖いな。ですが、意気込みだけでここまでするのは難しい。そうだ、こう言っては何ですか。うん、あなたを突き動かすのは別の原動力がある気がするんです。確かにね、ありえるよ。私が守らなきゃって思ったきっかけがあるかもしれない。私が市民を守らなきゃ。それは探偵としての疑問でしょうか。いや、一般市民じゃないですか。前にあなたも僕の母について尋ねたでしょう。そうだ、言えよ。お前も言えよ。そうですね、うん、原動力と呼べるほどのものか分かりませんが。何？シャーロットは軽く服の袖を握り、瞬瞬する。やがて真剣な眼差しで語り出した。BGM やんだね。私には両親の記憶がありません。はあ。物心ついた時にはすでに孤児院にいました。ちょっと触れづらいやつやめろよ。これから話しづらくなる話題やめろよ。孤児院で育った私は、うん、幼い頃、自分たちにはどうして両親がいないのかずっと不思議に思っていました。まあまあ、でも周りも、でも個人だったら周りもいないからね。なんか両親ってか、なんていうの、なんではいいんだろうね。そもそもなんか親というものは何なのかっていうところになりそうだけどね。それである日、うん、育ててくれた院長先生に疑問をぶつけてみたのです。はい。先生はおっしゃいました。なんすか。みんな希望を求め深い闇の中をさまよっているのです。うん、あなたたちの両親はさまよい疲れ、うん、あなたたちを一時ここに預けているのですと。お前先生めちゃくちゃ綺麗に言ったな。いい感じに、なんか伝えたよな。オブラートじゃないけどさ、なんかめちゃくちゃなんかね、子供だったら信じそう普通に。それを聞いて私誓ったんです。ああごめん。私がその闇を晴らすための光になろうって。ごめん、なんか子供騙しうまいなと思ってたのに今ごめんって。なんかそれで夢になったんならごめんって。その頃から漠然と人の役に立つ仕事がしたいと、うん、そう思うようになりました。同じじゃん、アーサーと。当時はどうすればいいかなんて分かりませんでしたが、まあね、私が明るくいい子でいればきっとどこかにいる両親も誇らしいだろうって。うわー、それいい言葉だな。私が明るくいい子であればきっとどっかに両親も誇らしいだろうって。お前どんだけいい子なんだ。12歳の時、うん、ロンドン市警が孤児院を慰問に訪れました。そこで私はエドガー警部にあなたのお父様に会ったんです。すごいな、クソ長いじゃん経験。警察官としてお前何歳か知らないけど。懐かしむような、そして力強い表情で語るシャーロットから、アーサーは決まり悪げに目をそらした。エドガー警部から、うん、町の治安を守るために働く警察官の話を聞きました。はい。法と秩序の番人、うん、市民を助け守る盾、うん、その活動と志に感銘を受けました、うん、自らの行いが他者のためになり、うん、世界をより良くしていくのです。いいよ、周りの人だけでなく、ああ町そのものを照らす光になろう。町そのものを照らす、そう心に決めた私は。ああ、奉仕活動や人助けにもより一層力を入れるようになりました。大事、でも奉仕活動人助け大事だよ。町そのものを照らすって、あの町のね、町を明るくする存在でありたいと。なるほどね。あなた2年前のジャック・ザ・リッパー処刑の際に、うん、事故に巻き込まれたと言ってましたよね。うん、あの日私もその現場にいたんです。まさかあの時の女の子が、お前まさかあの広場に、まさかあの時の女の子が。なわけないか、14歳ぐらいあるで、故障したらこいつ。シャーロットは小さくなずくと辛そうな顔で微笑んだ。あの時私は、うん、暴動に巻き込まれる市民たちを逃がそうと必死になって声を上げ、そっち側か、誘導し怪我人を運びました。でも
救えたのはほんの一握りの人たちだけ。あれだってラジオで結構なんか警察官がすぐ沈めたって言ってたけどね、ラジオで。待ってください。うん、君はその頃警官なんかじゃない。うん、ただの女の子で。なんで知ってんのお前。なんで知ってんのお前は。知らないでしょお前は。そうです。うん、だから私無力だったんです。お前何歳よシャーロット。お前未成年じゃん。ゴリゴリの未成年じゃないお前。そしたら私は自身の無力さを、うん、そして個人でできることの限界を突きつけられた気がしました。まあまあまあ、どうすればもっと多くの人を助けられたのか。うん、あの事件の後それをずっと考えていました。まあでもそうだよね。実際一般市民がさ声を張るよりさ警察官が声を張った方がさやっぱ人は信じちゃうよね。やっぱね、警察官の人が逃げてくださいって言ったら逃げるもんな、みんな。でも一般市民が逃げてくださいって言ってもいや何こいつってなるかもしんないからね。もう俺は逃げるけどね。それで自分の手で守れる人を守ろうと、うん、そしてその手を少しでも広げようと思って、いいじゃん、私は警察官になったんです。いいじゃん。勉強して体を鍛えて、うん、女性警察官としてロンドン市警に入って、うん、あなたのお父様の部下になりました。おめでとうございます。エドガー警部は理想的な警察官、うん、法の番人、素晴らしい方ですよ。あんまりえぐるな、アーサーの父やぞ。ああ、それはどうも。気まず。気のない様子で肩をすくめると、アーサーは再び目をそらす。もちろん警察も組織ですから、うん、様々なしがらみもあり、窮屈だったり面倒だったりすることも多々あります。うん、ですがそれでも私は悪を捕まえ法で裁き、さらに罪を償わせて更生させていけば世の中から悪はなくなり、いつか世界はより良くなると信じているのです。まあ、世界はより良くなるとは思いますが悪はなくならないと思います。ですから私はその理想を成すために日々悪を取り締まり、うん、犯罪をなくすために努めています。無理っすよ多分。それは無理っすわ。甘えてんじゃねえと俺は言いたいね。もうね、正直世界がもうガチガチに、なんていうの、もう金で潤って、もうみんなが幸せにならない限りは悪はなくならないと思うわ。みんなが幸せになってもそこからちょっとこうひねくれたやつが何かをしだすかもしんないから、もう悪はなくならないよ。悪を減らすことはできると思うけどね。自らにそうなすために警官になったのだと、シャーロットは胸を張りながらも恥ずかしそうに微笑む。なんて彼女は眩しいんだろう。まあまあ、すごい明るいよな。すごいピュアですごい明るいよな。すごい芯も取ってて。僕も以前は警察官を目指したことがあったけれど、うん、当時の僕には彼女のような高尚な動機はなかった。お前も一緒じゃん。人を助けたいっていうのは。自信持てよ。おい、青臭い無双家だな。お、来るか。ありがたいお言葉来るかもな。なんだと。アーサーは唖然としてジャックを見つめた。彼が思わず感動したシャーロットの話を罵倒するような言葉を吐くジャックの態度が信じられなかったのだ。おいおい、アーサー・ヒューイット、そんな驚くなよ。まあね、実際まだ結果出してないからね。まあね、結果出してないやつがあんなこと語ってもあんま意味ないからね。結局結果出してるならまだしもね。こいつはまだ若いから知らねえんだ、うん、世の中には夢や理想だけじゃどうにもならねえ場合があるんだよ。まあそうっすよ。実現させないと意味ないんすよ。この女のような馬車馬みてえに突っ走るやからは結局途中で折れるか、社会の規則に縛られずに動くようになるか。確かになんかあくまでイメージだけどさ、なんかこういうあまりにもさ明るいとかさ、なんかね、すごい突っ走る人ってさ折れたらすごい病むよね。なんか折れたらすぐ病み、すごく病みそう。なんかね、すごく病んでなんか死ぬことを考えそうな気がするわ。なんかイメージだけど。一番難しいが、うん、間違った社会体制そのものを変えていくしかねえんだが、その道は茨だぜ。まあそうだよ。それするのが多分一番人を助けると思う。下り顔で語るジャックから視線を外し、アーサーはシャーロットに視線を戻す。お前視線二つあるんだ。お前から、お前の前には二人いるんだな。あなたの志は分かりました。うん、話してくれてありがとうございます。まあ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 、いいこと聞けたわ。ともあれ、監視の件ですが、玄関先で寝ていただいても構いません。ただし僕も床で寝ます。意味わからんけどな。
玄関先で寝ないでください、だったら家の中寝てもいいですよっていうのはわかるよ。ただあなたが玄関先で寝るなら僕も床で寝ますっておかしくないか。は？どうしてあなたまで？うん、ここはあなたの家なので普通にベッドで寝て良いと思うのですが。そうだよ、かわいそうだからって言うんでしょ。まあどうさあさあかわいそうの対象が違うんだよ。女警官を中に入れてあげるかさ女警官を中に入れてあげるのが普通だよ。お前なんで、いや、あなたが辛いなら俺も辛い思いするっつって女性を玄関前に野宿させておいて、自分がベッドで寝るわけにはいきませんからね。頭おかしいよお前、ベクトル間違えてるわ。仮にも英国紳士ですから、そこは譲れません。家の中入れてやるよ。じゃあもういいじゃん多分英国紳士なら入れてやるよ中に。お前英国紳士じゃねえよ別に。頭おかしいわお前はなんであなたが、あなたも辛い思いしてるから僕も。外は夜に冷えると思います。毛布を貸しますから使ってください。そこまでするならそんなにお前家の中に入れたくないのもう良くないか。家の中の隅っこでいいからさ、貸してあげればいいじゃん。ありがとうございます。あなたも風邪をひかないでくださいよ。ご心配なく、あなたよりは快適な環境で寝れますからね。もう入れてやれよ意味わかんねえもんだって。何、翌朝、まだ体が痛い。当たり前だろ、好き好んで床で寝るバカがいるかよ。まさに気象ってやつだな。確かにいいこと言ったなお前、賢し、賢しだなお前。仕方ない、まだ室内な分外よりもマシだろ。まあまあまあ、あの不敬とお前さん、どっちもどっちだ。そうだな、あいつが投資したらお前が殺人犯だと疑われるぜ。知らねえぞ、そこの頭の回転が早いんだよなジャックはな。アーサーバカだからあれだもん、確かそうだよね。無理やり女の父兄を寝させたという意見もあるからね外で。刑事さんかな。あ、違う。あのコミショが来たな急に急にコミショが来たな。シャーロットも起きたのかと思い、玄関を開けたアーサーを、アーサーの目の前には一人の少女が佇んでいた。おはよう。君は確かメリル？何、お礼のお土産でも持ってきてくれた？あ、はい、そうです。この前はありがとうございました。何がいいかな俺は。まあ、チョコレート菓子外さないよな。やっぱチョコレート菓子ぐらいがいいな。外さないんだよな単純に。アーサー、あなたにお客さんです。おせえわお前、逆お前が先に来いよお前が先に言う言葉だろそれは。このメリルちゃんより先に来て。あ、もしかして仕事の依頼か。君は僕のことを知ってて訪ねてきたのかな。まあまあそうでしょ。署への道すがら私が話しました。ああ、話したんだ。それに謙遜しなくても、ロンドン市内ではあなたは名が知れていますよ。バラすなよお前、やめてくれや。はい、探偵さんにお願いがあって。なんすか。ちょっと申し訳ないんだけど、今他の依頼を受けているからもう少し後に。まあでも探偵そうだよな、一つの仕事しかできないよな。まあ職人系というかさ、職人とかそういう類の仕事ってやっぱね、あんま複数の依頼受けれないからね。それじゃダメなんです。なんで。知らないよ、こっちも、こっちもあるんだからね仕事が。みんなこっちも仕事があるんですから。お願いします、急いでるんです。早くしないと。いやまあそれで通せるんだったらね、世の中そんな甘くないんですよお姉さん。何か事情がありそうだな。だけど探偵として依頼人との話を他人に漏らすわけにはいかない。それがたとえ警察官であっても。アーサーはシャーロットへ視線を向けた。メリルの話を聞くにはシャーロットに退場してもらう必要があるのだが、先日の件を考えるに彼女がおとなしく引き下がるとは思えなかった。いや、ダメで元々だ。それに仕事として必要なんだ。今回は意地でも下がってもらう。まあ大事だよ確かにね。それはもう仕事のなんていう、仕事の流儀、プロフェッショナル、プロフェッショナルとして大事だよな。シャーロット刑事、申し訳ないのですが席を外してもらえますか。はい、構いませんよ。あれ終わったら呼んでください。あれ急に。あれ、あっさりとな。意外と簡単に引き下がったな。昨日の聞き込みの時みたいに居座られると思ってたのに。
とはいえ眠っている犬を起こす趣味はない。アーサーはメリルの依頼内容を聞くことにした。あ、また紅茶だ。アーサーはメリルに来客用の紅茶を入れ、彼女の前に差し出した。それで今日は、どういったお話で？なんすか？メリルは表情を固くすると、意を決したような顔でアーサーをまっすぐ見つめた。はい。私の兄、ダリルの行動を探ってほしいんです。いいじゃん。めちゃくちゃ直球じゃん。やっぱ親を救いたいという気持ちがお前にはあったんだな。お兄さんの、詳しく話を聞かせてくれるかな。二代目ジャック・ザ・リッパーっぽいからね、なんか今んとこ。アーサーが詳細を尋ねると、メリルは椅子前を正し、言葉を選ぶようにして語り出す。ってか多分一番最初俺と戦ったやつが多分ダリルだと思うけどな。兄は私が眠っている夜の間、毎晩で歩いているんです。どこで何をやっているのかさっぱりで、でもどこからかお金を手に入れているんです。まあ怖いね。夜中にこっそり家を抜け出して何かの仕事をしているってことかい？メリルは表情を曇らせると首を横に振った。いいえ、違うと思います。あれが正当な手段で手に入れたお金だとは私には思えません。それに、あ、てか言ってたか、警察官がなんか殺人事件の際なんか金銭が奪われてるって言ってたよな、あの取り調べの時に。まあおそらくそうでしょうね。まあ、ダリルとこの連続殺人犯の事件が絡んでるんでしょう、多分。メリルは一瞬、ためらったのかな、ためらった後、声を潜めるように付け加えた。兄は、両親にひどい暴力を振るっています。何をするかわからない人物なんです。言ってた、確かに。それは、警察よ。アーサーは一瞬外で待機している警察官シャーロットのことを気にかけた。場合によっては彼女への通報を進めるべきであろう。言いたくありません。兄を逮捕したいわけじゃないんです。甘えるなお前は。ただ何をしているのか知って、それを含めて話をして止められたら。そんな甘くないんだよお前。そんなに説得力出せるんかお前。おい言ってみろ。相当説得力がないとそこまで言ったやつは止められないぞ多分。僕が行うのは調査だけだ。その情報をどう使うかは依頼人次第。だけどもしお兄さんが犯罪に手を染めていたら、きちんと警察に話した方がいい。そこだけは忠告しておくよ。いや本当よ、捕まえるべきものは捕まった方がいいよ。それは、たった一人の兄なんです。いつも私の味方をしてくれた。ここキーワードだね、いつも私の味方をしてくれたって。これ過去に何かあったんだろうね。警察という言葉を聞き、メリルは怯えや恐れの色を示す。両親の件に関しては家庭内の問題であり、身内ゆえに情もあるのだろうと思われた。メリルの依頼は兄の調査であり、次の行動を取るための判断材料が欲しい。そうアーサーは判断した。仮に依頼を受けたとしても、そこで得た情報をどう活用するかはメリル次第だ。話は分かったよ。分かったよ。アーサーはチラリと視線を流し、メリルの様子を軽く観察する。流行からは少し遅れた質素なドレス、丁寧に洗われているのか小切れな印象を受ける。これドレスなんだ。しかし整えられた服装とは裏腹に、メリル自身の顔色はいいとは思い言えなかった。まあだいぶ暗い顔してるね。目の充血に深いクマ、悩み事や心労のためかよく眠れていないようであった。まあ寝れないよ。お父さんお母さんあんな捕まっててさ、お兄ちゃん何してるか分かんないって寝れるわけねえわ。彼女が困っていることは分かる。だけどローリーからの依頼もあることだし、そこを調査の途中で放り出すのも気が引けるな。まあ、多分繋がってますけどね。今はあの刑事さんもべったり、ジャック・ザ・リッパーを名乗る男のこともある。この依頼受けるべきか。よう予想していいかな、選択肢でしょう。あ、違う。少し考えた末、アーサーは答えを出した。選択肢だ。これさ、一個言っていいですか。あのね、僕何回も前も言ったんですけど、入院させてくださいっていう。いや、入院は無理ですっていう。あのね、俺がゲームオーバーになった選択肢。まあ、あれからするに絶対これ受けないとゲームオーバーになるんですよね。絶対ゲームオーバーになる。絶対に断るしたら。だってさ、ここで終わるほどモブキャラ甘くないじゃん。だって受けるにして終わるわけないんだよ。
絶対に絶対に終わることないから、これ断りしたらゲームオーバーになるから、これ絶対絶対だわ。話は分かったけど、さっきも言った通り、僕は今別の依頼での調査を行ってるんだ。そんな見え見えの選択肢俺が間違えるわけないだろう。絶対ゲームオーバーだから、断りしたら。だから全ての時間を君のお兄さんの件に割くことはできない。うん、それでも構わない。はい。ほらもうゲームオーバーじゃないもん、この流れ。わかった。うん、その依頼受けよう。絶対断ったらゲームオーバーになるから、誰か試してみなさいこのゲーム結構高いけど。ありがとうございます、探偵さん。まあ、多分1ヶ月ぐらいしたら多分すごい安くなってるからメリルはほっとした様子で無邪気に微笑んだ。その後アーサーはメリルからダレルについての情報をできる限り聞き出していく。夜になると決まって街を出歩いていること、どこからか遊ぶ金や生活費を手に入れていること、乱暴で手が早くだが妹思いの優しい兄であること、うん、ひとまずは夜にパブを巡ってみようかな。お兄さんの容姿は？容姿は？兄は、背丈は私と同じです。うん、男っぽいそやな服装で、私は嫌いです。私は嫌いです。どっちなんだお前は。この服装は嫌いってことか。メリルと同じとなると随分と小柄ということになるが、年の離れていない兄弟だと聞かされ、そういうものかとアーサーは納得した。その他2人は雑談を交え、メリルの家の住所や急を要する報告の連絡先、中間報告の日時などを定めていく。まあ大事だよな。そしてひとしきり情報を話した後、メリルは立ち上がった。じゃあ私はそろそろ失礼します。うん、あの、兄に会ったら乱暴はしないでくださいね。うん、大事な大事な兄なんです。まあ気絶ぐらいだったら大丈夫でしょう気絶ぐらいなら。あ、これあれかな、これあれじゃない、最後の方でさ、ダリルを殺すか殺さないかって出るんじゃないの、選択肢で。そうなんじゃないの、絶対ジャック・ザ・リッパーとしてさ、行ってさ、ダリルと対面した時にさ、ダリルを殺すか殺さないかみたいな、絶対出るでしょ。任された。うん、乱暴者といってもいきなり殴り合いにはならないだろうから。まあまあいきなりはね。うん、気をつけて帰ってね。バイバイ。はい、では、うん、兄の件よろしくお願いします。任された。メリルは深々と頭を下げると事務所を出て行こうとした。扉を開けると立っていたのは無然とした表情のシャーロットだった。どうやら彼女以外の警察官も玄関先に詰めてきているようだ。なんで？なんで？ああ、ごめんなさい。うん、もうアーサーとの話は終わりましたか？はい。メリルは怯えたような表情でアーサーを見合った。シャーロット刑事、うん、まさかとは思いますが、盗み聞きしてたわけじゃないでしょうね。まさか。おい、それは良くないぞ。アーサーの苦情を無視したシャーロットはずかずかと事務所に入ってきて、アーサーの腕を取った。失礼、来てください。何よ何よ。またシャーロットはアーサーの質問に答えることもなく、剣のある表情で強引に彼を事務所の部屋の隅へと引きずっていく。ちょっと何？強盗殺人事件です。うん、新たな被害者が出ました。ああ、そういうこと。なんだって。シャーロットは抵抗するアーサーの身元に口を寄せ、新たな殺人事件の発生を告げたそれさ、俺もう警察じゃない、ね、それを俺聞かされたら、俺もうそれ警察じゃない、俺もね、警察官がいっぱい来てさ、俺にそれ伝えてんならさ、俺警察じゃん、もはや探偵じゃないもん探偵が見つけるもんじゃん、そういうことは。あなたも来てください。うん、馬車を用意してあります。うん、それからメリルとの話は一切聞いていません。安心してください。意味わからんくない？だって俺を監視するためにお前いるのにさ、なんで俺と一緒に仕事しようとしてんの意味わかんないんだけど。ブレブレじゃんお前、シーンが。どうした急に。それ探偵が自ら探すもんだから。あのアーサーさん、なんすか？うん、すまない、今日は見ての通りだ。気をつけて帰ってくれ。はい。その頑張ってください。頑張ります。場所はどこです？現場はまた市街の路地です、うん、すぐに向かいましょう。もう路地よ、路地警戒しろよお前もう路地警戒した方が早いぞ多分。これだったら
アーサーはシャーロットと共に新たに発生した強盗殺人事件の現場へと向かった。お、着いた。お、開いたね。シャーロットに案内されたのはロンドン市街地の裏路地の一角だった。もう全部ここじゃん。もう絵が全部これね。手抜かないでくれんかな。まあ手かけるとも言わんけどさ、もう絵が全部これだとちょっとなえるからさ。裏路地、これ絶対これ乱用されるでしょ、多分これからも。見てください。うん、あ、殺人のあれはさすがに違うな、これは。うん、そこには未だ乾いていない血だまりと倒れ伏した男の死体が置かれていた。視界に飛び込んできた凄惨な殺人現場にアーサーを思わず身を引いて眉をしかめる。シャーロットはそんなアーサーの襟首をつかみ、強引に死体に視線を向けて質問する。ちゃんと見てください。うん、あなたこの人に見覚えはありませんか。いや俺やってねえって。だからお前寝てたんだろ。だから僕の知っている人ですか。質問に答えてください。知らないよ。乱暴ですね。込み上げてくる吐き気をこらえながら、アーサーは死んだ男の人相を確認すると小さく首を横に振った。見覚えはありませんよ。うん、僕の知らない人だと思います。本当に。だから俺じゃないって。お前だって玄関で寝てんだから気づくっつったじゃん。お前もうバカか。お前俺が出た時を気づくためにさ、玄関で寝てたんだろ。まあ、裏から出た可能性もあるけどさ。まだ疑うんですか。うん、大体昨日は玄関前にずっといたんでしょ。どうやって僕がこの人を殺すんですか。ああ、まあそっか。だから一緒に仕事したいってさっき俺言っちゃったけど、そういうことじゃなくてね、疑ってるからね。路地で殺害された男に見覚えがないと答えればひとまずは解放された。うん、シャーロットは顎に手を当てて考え込む。彼女は他の容疑者について推理しているのか、それともアーサーがどう殺人を犯したかを推察しているのかわからない。お前さ、一人にだけスポットを絞るのも良くないって。周りが見えなくなるんだから。バカかお前。どちらにしても疑いが晴れていないのは明らかだった。アーサーは嫌疑を晴らすべく人肌脱ぐことに決めた。わかりました、うん、じゃあ僕も協力します。協力？うん、どうしてですか。疑うからだよ。僕が犯人じゃないからですよ。うん、探偵として捜査協力すると言っているんです。うん、それとアーサーは改めて遺体と向き合った。血だまりの位置と遺体の位置とかずれてるな。うん、これは殺した後で遺体を動かした後だ。そしてポケットが引き出されているのは物色の証。でもあれじゃない、ちょっとマジレスするとさ、警察官にもいるでしょ、そういう捜査官が。お前やること被ってないか。多分被害者の膝と腹に泥の跡。うん、これはこの路地のものか。一度膝をつかされてから後ろからのしかかられて首をつかれたんだろう。うん、つまり犯人は被害者より背が小さい。うん、もし逆ならわざわざ膝をつかせなくていいからだ。まあまあそっか、首に手が届かないんだ。しかし前に見た遺体とは手口が違うように見えるが、こいつは同一犯なのか。まあそれ怖いね。ああ、そりゃ間違いねえぞ探偵。うん、奴は俺からの忠告を律儀に守ってやがるんだ。そっか、教えたもんな前回。忠告？首を狙えって言ってた気がするな。狙うなら喉元だって言っただろ。喉元か。案外素直なのかもな、あの野郎。つまりお前が余計なことを言ったせいで新たな被害者が出たってことなんだな。おいおい、的外れな指摘はやめろよ。うん、俺が何も言わなかったとしてもだ、あいつは前と同じくめった刺しにしてただけだぜ。バカみたいにね。確かに。だけど警察はどう思っているんだろう。僕を連れてきた以上前の事件と関係があると踏んではいるはずだけど。うん、シャロット刑事。うん、僕が前に見た遺体と手口が異なるように見えるのですが、一連の事件と同一犯なのでしょうか。そうですね。まだ断定はしていません。ですが、うん、暗がりで一人の被害者を襲っていることや使用されている凶器が刃物であること、うん、でもあれも怖いよね。なんかこういう事件にさ、その便乗じゃないけどさ、この事件の最中にさ新たな事件が発生してさ、同じような感じでしてもさ、どっちかにしか、なんかどっちかの犯人になすりつけられそうじゃない。なんか
ね、本当は犯人 A だけど犯人 B とか C が新たに殺人を犯してさ、でも警察からしたらってか結局捕まるのは犯人 A だけみたいな、めっちゃ疑われてるから、それらを踏まえると可能性が高いと判断しています。うん。ですのであなたに同行を願いました。まあ俺じゃないでしょ絶対に。なるほど。ところで探偵よ、うん、せっかく現場に来て死体しか見ねえのはもったいねえ。確かに。もっと視野を広げた方がいいぜ。うん。なんだと？そっち見てなんだとって言うんだ。例えばだが、犯人の腕前が上がってると思わねえか？うん、でもそれはあるよね。前回より上達してやがるぜ。上達？うん。喉元を狙った話か。それだけじゃねえ、殺しの手順だ。前の殺人と同じく人目につかない路地で殺してるが、今回は状況が違う。何？前はただ息づりの相手に襲いかかってたんだ。金を持ってそうな奴にとりあえず見つけたからってな。厄介すぎるやろ、金持ってそうな奴を殺すっていう、怖すぎるな。だが今回は違う、うん、計画的に自分から誘い込んで殺してやがる。誘い込んで、うん、雪釣りの犯行じゃないってことか。まあそういうことだよな。そうだ、周辺に乱闘の痕跡はねえ、うん、で死体はこの路地の中でも暗がりに頭を向けた状態で倒れてる。あーなるほど、なんかもう相手からしたらもう見えてない状態でやられたんだ。地面と男の遺体に視線を送りながらジャックが淡々と推理の根拠を告げる。夜ならここらは今よりずっと暗かったはずだ。なのにあえて暗い場所に近寄って顔を向けているのは犯人に呼び寄せられたからってことだろう。ああなるほどね。こんな暗がりに呼び寄せられてついていくものか。だからあれじゃない、だからまあダリルがやったこと前提になっちゃうけどさ、だから子供がさ助けてくださいみたいな、子供の声で助けてくださいって言われてさ、えどうしたのっつって寄っていったんじゃないの。場合によるな、うん、相手が知り合いだったか、もしくは何かに釣られたか、例えば金とかな。金で釣られんのか。なるほど。被害者がおびき寄せられたところで、うん、騙し打ちして喉を一撃か。確かにめった刺しよりも計画的だ。確かに。とにかくただ感情的に殺す素人かと思ってたが、こいつはなかなかやるじゃねえか。伸びしろと見どころのある連続殺人犯だぜ。連続殺人犯に見どころなんて必要ないよ。アーサー、どうかしましたか？ずいぶん考え込んでいるようですが。どうしようかな、ここら辺一旦切ろうかな結構時間来てんだよな。ああすみません。うん。考えがまとまったので、うん、僕の意見を述べても良いでしょうか。お前強すぎるよな、二人の考えが一緒にいるんだもんな。そう考えたら強いよな探偵としては。もちろんどうぞ。ただこの男の意見まで伝えてしまっていいものか。うん。自称殺人鬼の意見だからな。あんまりね、殺人の手口について詳しく言っちゃうとね、あれアーサーさん、あなたなんでそこまで知ってるんですかって言われたらあれだもんな、また怪しくなるからな。あーこれか、ちょうどいいから、じゃあここら辺で終わろうかな。じゃあ、あこれ次の選択肢怖いな、これどっちもゲームオーバーになりそうだもんな。まあとりあえず怖いけど、まあとりあえず一旦終わるわ。じゃあ、あたしだ。